5月6日、8時です。で明日で、5月7日の朝の朝から、登別ツアーで、ね、YTR ツアー、YTR 登別ツアー、YTR、YTR VTR 関係ないから、関係ない。YTR ハッシュタグ YTR 登別ツアーで、まあ参加される方はどんどんつぶやいていただいて、YouTube、いやね今ね YouTube で一応こう僕ら前乗りしてで登別グランドホテルさん泊まります。ね、今更来れないか。そうですね。そうそうそう。それはその模様はですね、YouTube で、今撮ってて、でまあ、編集して配信しようと思ってます。はい、というわけであの、まあ、自己紹介。はい、自己紹介。吉田です。お願いします。と毘沙門の後藤です。まあいいね。はい。というわけで今ね、この登別の地ビール、はい、鬼伝説、はい、鬼伝説の生ビールで、よし乾杯しましょう。乾杯乾杯乾杯しよう。まあ、実は我々はもう、ね、6時から飲んでるから。そうですね、だいぶ結構飲んでる、はい、ね、ビールも3杯ぐらい飲んで、はい、で今俺はあの、ね、ハスカップのハスカップの水神ソーダ、ね、みんな同じように飲んでます、はい、そうですね、はい、いいっすね、うん、しこれでもうまいよな、飲みやすいっすね、めちゃくちゃ。これあれ、登別、登別の若さ芋本舗っていうね、会社が作ってます、鬼ビールです、鬼伝説、鬼ビール、鬼伝説。年に1回、あのヌプルペビールっていうのがあって、ヌプルペっていうのは登別的な、詳しい、詳しい。ヌプルペっていうのは、ヌプルペっていうのは、に濃厚なとかあったら濁ったってヌプルだって。で、はいはい、皮ペってのは皮なんだって、はいはい、アイヌ語で。で、ヌプルペっていうのはその要は登別の温泉が白濁してるでしょ。濃厚な濁った皮っていうの。だからヌプルペっていうのは登別って意味で、はい、でそのヌプルペビールっていうのが年間だんだん生産量増やしてってるんだけど、その登別その若狭芋本舗で鬼伝説作ってる。その会社が年間、まあ、限定で、ね、1000本とか2000本とか作ってる。はいはい。なかなか手に入らない。そうそう、あのうちのお店では ある権力を使って送られてくる、ね、そうなんですよ。イチャモンじゃないですか。あイチャモンさんが、イチャモン、あイチャモンね、イチャモン、はい、イチャモン、アンドリーさん、ありがとうございます。画面綺麗。そうなんですよ。ここね、ここ今温泉市場っていう登別のその DVD だったじゃない。はいはいはい。深夜旅行のあれの2日目のお昼ごはんでしたね。そうですね。吉田氏がもうベロベロに酔っ払って、ちょっと気持ち悪くて、もう何も入れなかったんですよ。二日酔いで、割とこうちょっと死にかけの時に来たんですけど、はい、で、そこで今。あの食事させていただきながら飲んでて、でこのね、マジでね、あの登別来たら温泉市場から来てください。めちゃくちゃいいよ。いや、めちゃくちゃうまいですね。何が一番美味しかったんですか。カニとエビとカキですかね。あとコーン食ってたよ、ね、コーン2杯食いました。全部うまいですよ。あ、本当に美味しいです。美味しいよね。話にならないですね。話にならないぐらいうまいです。話にならないぐらい上手くない。他のやっぱやっぱですね、より全然美味しいってことです。そう、この温泉市場は食べれるし、食べるのももちろんなんだけど、ここからこう選ま市場って言われたら選んで送ったりもできる。ああ、観光で送るともできる。できる。観光で来た方とかはここで食べて、あ、自分が美味しかったってものをここから送るんだ。ホタテだ。ホタテの方がやばかったじゃん。あ、めちゃくちゃ美味しい。あ、むっちゃさ、ありがとうございます。津田さんもありがとうございます。登別は坂できず残念ですが、成功になってます。むっちゃさん、配信ありがとうございます。天気も雨の心配そうですね。曇りっぽいですね。ビシャモのツアー参加者皆さん、無事にツアーを過ごせますようにというね。ありがたいです ね, ね, ね。そう、だからここからだから、これご飯食べて自分が気に入ったものを送ると。これはいいですね。またこの美味しいのを家で食べれるってことですね。そうそうそう。だし、まあ、変だし、この
温泉地も絶対来るべきだと思う。温泉地はめちゃくちゃいいとこですよ、ね、めちゃくちゃいいとこです、はい、なんでこれ僕こんだけ言うかっていうと、今温泉市場さんで名前出してくださいっていうゲリラで、ツイッターとかでは告知してるんですけど、温泉市場さん的には僕が来てから言ってるんですよね。え、 BGM も止めろとか、 なんかいろんなうるさいこと言って今配信してるんで大宣伝そうですね。あ、でも本当に美味しいですよ、めちゃくちゃ美味しいんで、ね、ああ、そうだから今だからおつまみは2人はキムチ、キムチ食べて、僕今毛ガニをほぐしてカニ味噌とちょっとポン酢かけてこういただくと。石井さん好きっすね。石井チキン、はい、全部全部食べてから食べる。身が重いっすよ。いやでもうまいっすね。うまいね。あの硬い、硬いっていうか腰があるっす。腰がボロクロスがある。あのスナック大使さん、ありがとうございます。ビシャモンのお二人、タイトルマッチ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。明日行きませんが、皆さん楽しんでよ。あ、もう、はい、ツイッターとかでも出るんで、はい、そうだね、一緒に。そうそう、だからツイッターで、もう本当みんなでハッシュタグ YTR 登別ツアーであげるんで、ぜひね、皆さんもその、まあ、これで方も見ていただきながら、ね、臨場感と一緒に行ってる気になってそうそう、はい、あゆみさんもありがとうございます。前日の配信ありがとうございます。私事ですが、明日はちょうど矢野さんと私の、真ん中のバースデーなんで、おめでとうございます。あ、おめでとうございます。あ、あゆみさん、明日は来てくれるんですね。マックスで。あ、熊牧場で生まれた高等な子熊の一般公開が始まったとかなんですね。お願いします。待ってますよ。はい。なんか楽しみ何が？楽しみ、楽しみですか？じゃあとりあえず風呂ですか？風呂サウナね。サウナ。風呂は。でもね、登別グランドホテルさんで、なんかまあ何回かこう発信してると思うんですけど、鬼サウナっていうのがあってですね。その鬼サウナにまあこのサウナーの2人に入ってもらってで。リポートしてもらいたいということ で、それをまあ僕がちょっと時間軸というか、スケジュールがちょっと違くて、僕はまあ皆さんのことをお迎えに行くんですよ。で、お二人はまあちょっとまた別でその鬼サウナをリポートしてもらおうかなと、そういう YouTube も上がります。ビールのこれね、可愛いっていうか細長くておしゃれなんですよ。やっぱ鬼伝説飲むときはおしゃれに飲みたいと思います。これは本当に、はい、飲みやすいです。で、登別来たら、その若さ芋本舗の、お店が、インタオルってすぐあるんですよ。インタオルで結構すぐあって、でそこで、その若さ芋 そのお菓子も買えるし、地ビールのその試飲もできる。そういうスポットになってますね。ね。はい。あるある。明日来るって方は、皆さん見てるのかな。僕がもっと小さい。みんなこれがね。手がでかい。今日僕らが来て、で今着いて、でグランドホテルでしょ、森口グランドホテルの中もいろいろご案内して、案内していただいて、はい、でそれも楽しかったね、はい、まあ、それちょっともう、そうですね、動画で上げるんで見て、はい、今はね、ちょっと詳しくは話できないですけど、なんか良かったですね。はい、すごかったよな。いいところ、まあ、あれはそうですね。そう、この登別温泉街の中のホテルとかその旅館の中で唯一この天皇陛下が泊まられたことのがグランドホテルさんで、まあ、歴史もあったりとかして、で、まあ、そういうのをこう垣間見えるような動画に仕上げて、最終的には鬼サウナでその2人のちょっとこうセクシーゾーン的なね、セクシーになるかどうかわかんないですけどね、放送事故になるかもしれないです。放送事故もどうなんでしょう。そうですね、はい、これもう吉橋の、はい、吉橋カメラの、うん、でポロリしたら僕の顔で隠せって言うんですよ。吉橋の後輩の股間を僕の顔で隠すっていう謎のね。そうですね。はい。ワイプでね。ワイプかもしれない。そうですね。皆さん見たいかもしれない。ね。見たいよ。
三室亜生さん、ありがとうございます。やるぞ生配信ありがとう。みちゃもんの2人、知ってありがとうございます。鬼サウナの話が出たので、2人にサウナについて質問させてください。遠赤外線やフィンランド式、ミストサウナ、いろんなサウナがありますけど、お二人が好きなサウナ。やっぱりそのやつ、フィンランド式。フィンランド、僕水ぶっかけられるのが一番好きですよ、ローリュー。あれが一番好きですね。あ、熱波。熱波、熱波。あれ、熱波、いいの？いや、いいっすよ。あ、本当？はい。俺あんまりサウナ入んないからさ。急激にやっぱ熱を、はい、熱を感じて、それでバーッと汗でガーッと出ますね。名古屋とか行った時最高に、はい、めちゃくちゃ2人で行ってるよね。高温の方がいいよね。はい、結構探していってるんで、ね、やっぱ低温で誰もにさを入りますけど、そういうのが好きな方もいると思うんですけど、高温で一気にガーッと出す。僕もそうですね、暑い方が好きですね。ハイボール、北海道ハイボールで、それも YouTube の、 その動画にするんですけど、ハスカップの、ハスカップめちゃくちゃ美味しいよ。あ、俺ジェラート食べたじゃん。はいはいはい、ハスカップはね、めちゃくちゃ美味しい。北海道産ハスカップで。これは、登別でしか取れない。いやいや、北海道。北海道。北海道。だからぜひ、はい、すごい。今ですね。はい、あ、美味しい。美味しい。美味しい。美味しいね。あ、これでも女性でも好きかもしれない。はい、どれが好き？ハスカップって結局何っていうと、まあ、ちょっと細長い、ブルーベリーが細長くなったような、ブルーベリーとクランボワーズの間ぐらいの味だと思います。まあ、クランベリーとか、なんかベリー系のとかのと、よりもちょっと酸っぱめの、ですよね。あれでもね、ほんとハスカップのジェラートめちゃくちゃうまかった。俺こんな言うことあんまないじゃん。この音量で言うことあんまない、試合がね。ハスカップはね、ぜひね、皆さん。よさしの顔がすごいちっちゃくなってきてる。ああ、そうそう。で、これやっぱ遠近だよね。よさしこうやってやってるからな。そうですね、持たれてるの。まあ、あとこう斜めにしてるのもあるよね。はい、で、だって。そう、だから、そんな、わけでわかんないですよ。斜めにしてるから、俺が大きくて、第一印象だろうけど、広きゃこうやってやってたから。あれと一番遠いはずなんですけど、今度も同じ声で。いや、それだから、こうやって広きゃこう。そうですね。そう、それでほら、小さかった。ほら、第一印象だ。いや、俺ずっとなんか、広きゃ。待って、ちょっと見えないから、わけでわかんないって聞かれちゃった。あやさな、あや、あやな波ですね。こま人生初スパじゃったことないですね。崩しになったきっかけ、吉橋さんだって。吉橋人気あんだよな。そうなんですか。あ、織田信長さん、ありがとうございます。織田信長さんがいつもね、前回のスパじゃしてくれるので、ツアーを成功を祈っております。ありがとうございます、本当に。信長公。でだから彼女は、あや、あやさんは吉橋見てプロス好きなのって。本当ですか。ありがとうございます。ありがたいですね。お水さん、ありがとうございます。配信ありがとうございます。大好評なビシャモン。大好きなビシャモンか。ビシャモンが参加するのに行けないのが残念です。スパチャで。失礼します。次は参加します。またぜひ。お父さん20周年おめでとうございます。ありがとうございます。いいね、20年はもう本当にすごいことですよ。もうすぐですよ。なかなか結構濃いですよ。道の駅が濃いですからね。僕らって道の駅が濃いんで。最近なんか試合数も濃いしね。やっぱでもね、立ってみると安定させる。ちょっと行ってみようかな。改めて20周年を迎えられるこの視聴してる皆さんに
メッセージが、はい、いやいやもう、まあ、次は30周年目指して頑張ります。本当に皆さんのおかげでこの20年続けられましたと思ってます。はい、そうですね、また熱い試合はもう大丈夫見せながら次は30周年、はい、応援よろしくお願いします。ウィッシュは14、5年目ですかね。今年7月で15年経ちます。ちょうど後藤さんと5年強んで、じゃあ15周年今15周年ですね、はい、じゃあ15周年の感謝の気持ちがありますね。15周年はそうですね、もうでも15年早いですね、本当に15年、吉田氏15年15年ですかね。あちょっと前までまだそんな10年、5年とか3年とかそんなイメージでしたね。早いですね。吉田氏のシャツおしゃれですね。あ、本当ですか。でも気温が夜は7度が 6度、最低6度、寒くて最低6度なのに、びっくりしました。短パンしか持ってきないですからね。そうですね。短パン替えの短パンとあとなんかジャージだけ。ジャージは長ズボンなんですよ。だからもう下手したらこの男はジャージで。ツアーに来てくれた参加者の前に出ようとしますけど、ね、最悪短パン持って、短パンモードでどうかと思うよ。そうですね。いやもうこの季節に、まあ、俺も短パンで表現もしたけど本当そうですね。おカニのロゴ、うわすごい、これはすごいですね。ケーキに見える、ね、T シャツ T シャツ市の職員の皆さんなんですけど、ふるさと納税で、T シャツこれがもらえます。ちゃんとふるさと納税で、ふるさと納税です。これもお願いします。T シャツ。いい T シャツ着てるでしょ、これ。1万5千円納税していただきます。T シャツがもらえます。ぜひ、よろしくお願いします。これ、スモよろしく。これ、すごい。これ、やばいっすね。見て、これ、ほら。よろしくお願いします。登別市よろしくお願いします。毛ガニいくら軍艦あ来てるのか、軍艦ケーキみたいになってますけど、これなめの役所の方々。はい、これでももう二人で写ってるわ。俺いいかな。はい。カニすごいよねこれ。食べて。食べてちょっとリポートして。どうぞ、はい、ちょっと食べてリポートして、リポートさあ、後藤弘樹、はい、選手どう、甘からず甘からずうまい甘からず辛いですか。辛からず。どう？なんで匂いつけたの？匂いから。匂いないだろ。長渕剛だよそれ。知ってるそれ？トンボ。トンボそうだよね。ね。知らない。トンボの歌詞。違う、ね、トンボの長渕としてあれですよね。ドラマ、そう全部食べ物に匂いかいてる。確かめる。長渕。あ、三姉妹ママさん、ありがとうございます。後藤選手が大好きです。ありがとうございます。登別でリリースして、そろそろヘビに期待してます。世界ありがとうございます。はい、スナック大好きさん、鹿児島試合見に行ってから初めてビシャモンと矢野さんの試合が見に行ってね。あそうね、スナック大好きさんね、今年高校入った高校生だと、俺スナック大好きって名前だから、はい、飲み屋のスナックかと思ってたの、はい、そしたら全然お菓子のお家のっていう勘違いをしてしまったのが、ね、スナック大好きでしますちょっと待ってください。皆さんありがとうございます。さっきの名産さんいやですね、参加できずごめんなさいって続いて楽しみしてぜひ、はい、いただきます。マジうまいですね。
うまいな。うまいです。めちゃめちゃうまいです。だってカニの味が濃厚だよ、ね。はい。どういうとこが違うんですかね。うん、ね。みんな違う。はい。あとこの酢飯の量が、はい、多すぎなくていい。結構最終的にはさ、寿司とかシャリ醤に行ってさ。ああ、シャリコマ。食べやすいですね。ガリ。ガリ。ガリの食レポしてくれるの？ガリはね、面白いよ。ガリは普通。これはあの、ガリは普通。ガリは普通な感じですけど。美味しそう。はい。ガリはガリ、ガリは。ガリはガリ。カニは、カニとか一番ベストですね。はい。非常にですね。バンバン飲まないとさ、はい、なんか意外と飲まないなんかって言われるんだよ。矢野さんは好きなんですよ。結構飲んでます。そうですね。矢野さんは飲んでますね。あなた大丈夫だ。ゆっちゃん可愛いよ。ああ、ゆっちゃん、あれちゃん、あれちゃん。ほら、これも売ってたな、これ。エビフライもめちゃくちゃ深さがね、大きいんだよね。6回。俺から東京で食べたら、いくらすんの？いくらすんの？2、3セットみたいな。これ、エビフライに2つ入って。甘くないね。でかいよね。でかいですよ。うまいな、このエビフライ。うまいです、うまいです。さっきのボタエビの行き、行き、ボタエビやばかったよ。ああ、よかったっすね。大丈夫、あのスパちゃん、見落としてないんです。あの、今から、魚掘るから。エビうまいな。うまいっすね。エビうまいな。エビうまいっす。ごめんなさい。忍者さん、ありがとうございます。矢野さんのことの吉田さん、登別地元なので、あ、そうなんですね。ぜひ楽しんでください。登別いいとこっすね、源泉公園の9本の金棒で、あ、お好きな金棒を選んで、祈願していくといいみたいな。さっき見たら源泉公園、はい、さっきの源泉の、そうそう、煙が来るんだ、そうそうそう、湯気、煙で湯気、湯気通ったとこですよね。そうそうそう、あそこ入れるんですか。いっぱいいたじゃん、下に降りて、でその源泉のその湧いてるところがあって、それはで、そのバーッと吹き上がるんですが、風呂には入れるんですか。いや、風呂は入れない。暑いじゃない。源泉めっちゃ暑い、暑い、暑い。それこそ粉になっちゃう。あれ、はい、白。あれ、ゆで卵とか置くんでしたっけ。あ、温泉卵、温泉卵ってこれ、ゆで卵置いたかったですか。いや、温泉卵、温泉わかんない、俺は。ありますけど。あります。ありますけど、でも、セリン公園とはまたちょっと違う。できるぐらいの暑さ。あ、美味しいね。この3人でエヴァー6目に挑戦してほしい。おお、あれだったらそうですね。今でもだあるじゃん、ケオスケオス2人いるじゃん。ああ、そうですね。ケオスケオスヒロシ。ああ、あれも異色です ね、 ね、もう本当少し前だったら絶対考えられないメンバーですよね。そうだね。ケオスケオスもやってほしい。こっちは眠そうって言われてくる。あ、いや、そんなことないです。あ、ちょっと飲んでる。まだまだだね。まだだ。夜はこれからだよ、ね、夜はこれから。最終的にあの、鬼サウナ、鬼サウナ入ってんの、入ってんの、はい、そうですね、でも、まだ、まだ仕事の時間じゃないよね。まあ、まだ、はい、まだです。なんかさ、キムチまで美味しく感じる。結構でも辛めですよね。はい、辛めで、辛いの好きなんで。あ、キムチ辛いの好きなの。
カレーが好きなんですよ。広島つけ麺とかも、17からとか、この辺たったもっと言っていいかな。あ、マジか。はい、なんか結構タイ料理みたいなの好きなの。あ、好きです。俺もタイ料理大好きだから、今度食べに行こうでしょ。あ、美味しいとこ分かる。ある、ある、ある。たくさんあるよ。矢野さん、店食べたことあります？店ない。ミセの台湾ラーメン、やばいっすよ。美味しい。うまいっすけど、めちゃくちゃ辛いでしょ。僕はちょっと辛さなくしてくれって言っても、めちゃくちゃ汗かかいてる。あれうまいっすよ。大阪とか全然いけますよ。ミセあれだろ、後藤さんだけが厚着に見えます。いや、寒いっすよ。え、外結構寒いよね。寒いっす、寒いっす。中はね、そうですよ。お兄さん、って俺これ来てなかったもん。来たんだ。ユージさん、吉橋選手まだって。なるほど。5月でダメだって。雄平誕生日おめでとうって言ってました。雄平雄平誕生日おめでとうって。雄平誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでたいですね。おめでとうございます。皆さん寒いですよ。意外と結構寒いですよ。めちゃくちゃ僕らも舐めてますよ。これじゃ出れないでしょ。出れないですね。いつか出れないですね。さっきあのバス乗ってる時、そうだよ、もう足寒くて震っちゃったっすもんね。俺もダウンとか持ってくればよかったなと思った。それでもいいぐらいぐらいですよね。ダウンはいらない。僕だったら汗はかきますね。僕だったら。はい、お誕生日おめでとう、ゆうゆうさん。おめでとうございます。連載室ではもうありがたいですね。ありがとうございます。5月だったらもうあなたばっか誕生日ですね。そうだね、難しかったですね。おめでたいです。コート必要、コートがね、明日だから参加される方は、昼間はそこまでガッツリ寒いわけじゃないんで、ただ上着は必要ですね。絶対ね、がっつりコートが必要かというと、また暑がりの人はいらない、寒がりの人はいらない。半袖で来たんですよ。でも半袖じゃやっぱ半袖、それはそうよ。半袖はないですね。半袖はない。短パンも寒いですけど、短パンもちょっと間違ってますけど、半袖だけはやめてください。はい、長ズボンの方がいいですね。だったらないですけど、短パンもね、やばい。短パンもちょっと心配です。普通さ、なんかイベントのホストとして来てるわけじゃん。はい、ああ短パンしかも、なんで持ってきてないの。いや、疑問なんだよ、それは。長ズボンあんま好きじゃないんですよね。もうなんかこう体にまとわりつくのが嫌で。真夏とかは分かるけどさ。いや、短パンが好きなんですよ、僕は。短パンだよね、そういう子。そういう子ね、いるよね。小学生、それでも。吉橋さん、ひまさん、ありがとうございます。吉橋さん、試合の時と目つきが全然違うの謎です。今すごく優しい顔だって。ありがとうございます。お水さん、新日サイン会で大好きな吉橋選手にリングから応援ボードよく書いてますよって言っていただいて、そのことまで日々頑張る。あ、応援ボード分かります。いつもすごい、あの方は僕、ちゃんと、お水さん。お水さん。お水さん。ボードの方はもちろん、お水さん。お水さん。はい、分かります。ね、はい、そうですね。よく、ボードさんもよく気づいて。あ、ボード。はって。いや、リングの。お水さんですね。ボードはすごい見えるじゃないですか。ボード見る、ボード見る、から、はい、だからボードはすごい目立つ、ボードの、まあボードね、はい、僕らはすごい、よく見えてます、はい、ね、見えてます、じゃあボードとかタオルとか、あ、タオルとボードはすごい目につくんで、はい、それはすごいわかりますね、はい、ボード一回掲げたけど矢野さんは一回も見てくれなかったごめんなさい。よし、ありがとうございます。前回、薩摩地から配信、楽しく拝見しました。皆さんは肉と魚どちら好きですか？自分、一時期魚になったんですけど、また肉が好きになったりして、
今肉です。肉ですか。へえ。今ここでめちゃめちゃ海鮮食べて。海鮮食べて肉が食べたくなっちゃったんですよ。海鮮海鮮食べてただそのないものでなんで。正直さ、今の状態魚一択だよな。魚介一択だよな。海鮮一択だよな。どっちが違うか。まあ、気付かなくていいんですよ。たぶん僕の方に魚に満たされて肉が欲しくなったかなっていう満たされてないものになりじゃないですか。まあまあそれはそうだよ、はい、でも肉が満たされてるんですよ魚に。分かる分かる。で今ちょっと肉食いたいなっていう感じで思ってるのかな。よく怒ってますよ。いや、すげえな。僕は思いました。俺さ、割と忖度したウレスラーだからさ、やっぱ北海道にいて、基本的にはまあ北海道も義務があるし、美味しいけどさ、基本やっぱさ、北海道で海鮮だからさ、やっぱ魚って言っちゃう自分がいるの俺。でもやっぱいいよ、正直な方が、人間は。確かに。ああ、ファイティングボーさん、ありがとうございます。すみません。宮永さん、お疲れ様です。今日から、3日間、特別準備楽しんでください。ノブさん、ありがとうございます。矢野さん、昨日はあれ、あ、昨日来てくれたんです。最近彼女がビシャモにハマってます。こっちへ行っちゃう、こんばんは。あ、どうもこんばんは。ありがとうございます。キスさん、ありがとうございます。矢野さん、お疲れ様です。ノブに参加できないかったんですけど、楽しんでください。今日は石橋さんの同学年の、あ、菊池さん誕生日って石橋の同学年だって。おめでとうございます。おめでとう。ちょっと今メッセージってるんですか。後藤さんに質問ですが、以前グレートに参加したと気になった選手いましたか。グレートって僕グレートを対戦した人と思ってます。誰すっごい筋肉の人です。なんか誰よ。田村隼人これやばいっすね。対戦した人の名前忘れてない。で、ね、海外とか行くと名前すら知らない、覚えてない人対戦したりしますからね。いや海外じゃねえからグレーで。やばいな。いや、やばいよ。いや、もちろん知ってましたよ。はい、ちょっと飛ばすでしょ。田村隼人さんです。多分、後藤さん、対戦したことによってもう満たされちゃったんですよ。でも、名前忘れちゃったんですよ。そうですよ、飛ばすでしょ。すごい優しいじゃん。覚えてるもん。あ、すげえいい選手だな。超失礼ですよ。そんな忘れたとはそんな失礼なことないんで。いや忘れたのは忘れましたけど、忘れてたんですけど、そういう時はありますよ。いや、あるよね。あります。そういう時はあります。あるじゃん。ガッツリ忘れてた。例えば、海鮮食べて満たされたの気持ちは。それはないっすよ。海鮮は関係ないっすよ。今肉の話と一緒にすんなよ。海鮮は関係ない。何誘導人物してるの。いや、今やばかったな。今ね、グレート結構勢いあれ。あと誰か気に入った選手。みんな見たら思い出すか。顔は分かんない。名前が出てこないです。どんな顔の人が見えたの。痩せだったって。誰や。ティーホーク。ティーホーク。あ、トマコマ一緒した。あ、ホーク。よくだって、チャンピオン管理の決勝を行ったんですね。おぉ、どうさんこ、海外、
はい、あ、そうですね、海外でティーホークティーホークだって去年あの大阪城出てたよなんで海外で、そうそうそうだよ、海外でも海外で初めてお会いしてそうですね、はい、僕も初めてお会いして職所にいたのに、あとリーダーマーさん、リーダーマーさんとお会いそうですね、はい、偶然一緒で高橋さんあれだった偶然になってこの海鮮三昧ね、はい、そうですね、これは本当にそれぐらいの勢いは全然すごいね、披露儀の記憶力すごい、うん、記憶が本当に最近やる最近なの覚えない、最近なの元からなんですかやばい、ちょっと質問読むわ、色が変わればいい、お三方に質問です、旅行の計画を立てるときには行き先から決めるかやりたいことから決めるか、あ、行き先ですね、どこ行くか決めて、どこ行くか決めて、そこで何があるかで何がやりたいか、いや僕はまあ行き先っすね、行き先ここ行きたいと思ってからですかね、まあ、でもあそこに何があるんだろうね、あの、そこの何かをやってみたいとか、ここ見たいとかで、これ決まるの、どうしても同時だよね、そうですね、そうですね、はい、そっからクラスの中で、深掘りしたいですね、そうですね、それが何か、その方が多いんだよね、多いですね、矢野選手、吉橋選手の質問です。天然で知られる後藤選手ですが、光が知る後藤選手のこれは笑える天然最新エピソードがありますか。エピソードですね。さっきじゃないですか。さっきで。完全に忘れてるって。相手相手忘れてる。結構あるっすよね、忘れちゃうんですよ ね、どう、いや大したことじゃないんだよ、忘れるってことは大したことじゃない、結構あの頻繁に起きるんで、頻繁には起きますよね、日常で起きるんで日常で起きるんで、みんな動画したときはね、ハザードタイプさん、さっきもあったさ、あの、あ、角に頭をバコンってぶつけてなんかの、いやね、これね考え事してる、考え事してる、頭ぶつけたのに、どうすんの、いや、空港着いて、ずっとなんか電話してたの、一番安いです、2000円くらい、はい、あ、そう、それで、まあまあ、なんか電話、なんの電話かわかんないんだけど、はい、電話してて、まあ、多分ね、なんか そのこと考えたらいいもんだよ、はい、それでちょっと深刻なこと、車乗り込もうと来たらガスンって車のあの上の角のところに頭ぶつけて頭がバウンドしてたんですよ、バコン、でもこの帽子のおかげで助かった、いや帽子じゃない、このペラ薄いやつは痛いんすよ、ヘルメットじゃないですからね、でもぶつけてそうだ、首痛っつったのよ、はい、よっぽどぶつけましたね、でそういうのを見たんですけど、帽子かぶっててよかったっていうのがちょっと帽子なかったら切れた、切れてます、切れた、期待が期待が、ほんそれぐらいの職人、そこまで鋭利ではないんですか後藤、指示されてます、後藤選手が凱旋帰国した時からファンです、天山選手を病院送りにした牛頃将棋でした、仕事の都合でなかなか、会場に行けなかったんですが、今回初めて鹿児島大会見に行きました、第1試合からお三方が見えて幸せ、戦ったろ、もう前半戦は自分大流血し、あ、ゆかりさんありがとうございますね、あ、天山さんね、空気入れて静かだけになって、今でも見たいんだ、見たくなる試合で、たまに見ると下の子がそれ見ちゃう、一発で泣きます、あの時セコンド、まあ、デビューする前でセコンドいたんですけど、
死なばくさくてめちゃくちゃでなんかリング吹くじゃないですか、吐きそうになっちゃってうーってなってすごくて、本当に血だまりっていうか、いやめちゃくちゃ出たの、いやあれはすごかったですね、気持ちよくなっちゃいましたもん、もう血だまりになってすごくて、後ろ押し初めての時初めて出した、はい、それで後ろ押しだったのそれで後ろ押し、はい、やっぱその試合はワールドでも見れるんですけど、あれはもう、やっぱインパクトがあったから、僕も目の前で見てたんで、新日プレスマークありがとうございます、新日で好きな外国人選手がいたんですか、好きな外国人選手トータル的に強いですよね、俺結構ノート好きかな、ノートで僕ファンの時よく見てましたね、好きでノートなの調理フォームね、あ、まあもうやばい、クラシックパワーズ、クラシックパワーズやばいっすね、田口がやばいよね、やばいっすよね、僕あのファンながらに見てこれはやばいと思って、やっぱこう新日本プレス入って他の選手に聞いたんですよ、調理フォームやばいって言ってました、やばい、七瀬さんとかも食らって、ルーブルトンだってきたし、まあ、受け身取れないですよ、あれはもう入ってから、まあ、この世界入ってからやっぱ受け身取ったりするなって分かるんですけど、あれは受け身取れないですよ、引くじゃないですか、あれ受け身取れないから、みんな頭バウンドしてるんですよ、あれはもう、やばい、でも当たったことない、最初のね。僕は試合したことない、ヒロミ試合したことある、いや自分は、いや試合はないです、ね、ない、はい、あ、そうなの、はい、試合はないです、僕はもう本当にもう見てただけのファンの時なんですけど、やべえなと思って、超レボリだ、超レボリだ、プラットことありますよ、あら、何回もあれはやばいですよ組んでたこともあるし、組むのは味方なら心強いですね、あの敵には回したくないなっていうのは思いますよね、俺さ、ノートさんは酒好きですから、はい、俺も酒飲むはい、知り合いでさ、はい、なんか俺の牧場一杯やるお前にって、牧場持ってんすか、酔っ払って言われたってもらったりとかさいつからかアメリカに押し替えて牧場早く用意してって言いたいよね、まあ、でも何年か前にあのニュージャパンランボって聞いたっすね、あ、そうだね、そう聞いたっすね、ランボの時に食べちゃう、あ、一応リーグやばい、これはやばい、やばいですよ、お三方にするテンションの上げ方を教えてください、テンションの上げ方っていうのは、いや自分モチベーションとかテンション、あー、それもありますね、そのもうでも、ネタ曲になったらテンション上がるよ、まあ、それはあるもんね、テンションっていうか、そのね、メイクにイエーイとかなるわけじゃないけど自分でもここ流れたら、あ、行こうとか、まあ、自分の曲っていうかね、その味方の曲でもそうやね、はい、うん、ありますね、入るサウナか、サウナサウナでちょっと乗ったらテンション上がるんですよ、僕は下がりますね、サウナもうオフになるんで、じゃ試合前は入るの、僕今年入るんですよ、試合前すげえなと思って朝のもうそのサウナ終わったらもう一日終わりって僕の中になっちゃうんで、入れないんですよね、湯船も疲れないんですよ、リラックスしちゃうんですよ、だからこう力抜けるって言ってね、そうなんですよ、もう今日は休みだってなっちゃうんですよ、自分逆なんだよね、それが整って行こうって、それはちょっとまだ朝5時ぐらいから行って整うんですよ、よっしゃみたいな、それはすごいですね、そこまで行けないですね、すごい気持ちがいいかな、もう寝ちゃうんですよね、寝ちゃうっていうかもう気持ちが慣れちゃうんですよね、リラックスしちゃって、もし誰かと一日で変わるとして誰と変わるいつもにも変わるスーツだけ変わるの早いですかね、誰ですかね、わ
別に選手じゃなくて、はい、誰かと言っていい、ジャニーズになってもじゃない、スーパー、まあ、スーパーアイドル、うん、どんな感じだった、それはそれはあるかもしれない、でもコンサートの人はやだよ、ああ、すごいきついじゃん、いや、もう絶対大変だと思うよ、やっぱりすごい大変だと思いますよ、きついんだろう、きついでしょうね、だろう、はい、なんかただ単にキャキャされる意味が、そうしかいない、確かに、ね、その街中を歩いてみたいですね、キャキャされる感じ、ゲイさん、キムタクに変わったら、キムタクに変わって、渋谷とか行ってみたい、キムタクとかでも渋谷とか行けないよ、いや、いけないと思います。結構、あれですかね、大変かもしれないです。いろいろ気軽にどっか、多分行けないと思うので。あのままじゃ行けないもんね。行けないんで、逆に、ね、すごいストレス溜まりそうだなとも思っちゃいます、ね。後藤さん、クイギー飲んでくださいって言われて。いや、飲んでます。僕、ハスカップチンです。後藤さんは？あ、焼酎です。そうだっすね。これ焼酎。西川も行くんですか。今日はあれだよね。サラダどうだろう。はい。明日も。明日から。心優しいお三方に質問です。自分が優しいなと思った瞬間はいつですか。あと奥様が作る手料理で何か好きなものあるんですか。自分が優しいなって感じる瞬間は別にないんですか。あんまそこまでね、考えてみればどうなるんだろう、思ったのもやっぱり自分が優しい、どうか喧嘩した時に謝る先にね、先に謝る、この世界大事な、俺今までバイトしてたんですけど、ね、あのビデオ屋さんでバイトしてて、でそのお客さんでいつも女装してる方が来たんですよ、うん、であのこの男性女性入力するときなんですよ、うん、で男にしちゃったんですけど女にしてあげたんですよ、優しいな何が優しいな、でも女かもしれないよ、いや男っぽい女、いや免許証でこうカード付けてたんですけど、男なんですけどもすごい女装してたんで、あのもうこのデータ上は女にしたけど、女にして入力したんですよ。その後、社員の人がこう、照合するじゃないですか。あの、免許証、パスポート、あの免許証とそのデータ違うからすげえ怒られます。間違えてるんだろみたいな。いや、もうすごい男みたいな名前だと。完全な男の名前だと。もちろんそうです。免許証もその男性のままの写真顔なので。向こうは、ありがとうと思った。タロウみたいな、まあ、そんな感じの極端に言えばそんな感じ、完全にもう顔出してもはい、そう怒られます、入力間違えてるみたいな怒られたのありますね、どうでしょうね、そうですね、まあ、ちょっと気使ってあげると、そうですね、はい、最後の質問でしょうか、巡業で各地行かれますか、環境変わっても寝れますか、私はバスや新幹線では寝れるけどホテルでは寝れないって、でホテルで寝れる方法ありますか、あでもありますね、マットレスに基本的にはどこでも寝れるようになっちゃってますね、俺も全然寝れるけど、ホテルでやたらなんかなんかその覚醒してさ寝れる時たまにあるもんな、でもそれってそれはバスで寝るぐらい、はい、結局僕はあの寝たい時寝れるっすよね、俺も全然寝れる、寝れるんで、地べたとかでも結構普通に結構寝れたり、地べたでめちゃ床で家の道路今公園とか道路公園とかで寝ちゃったり、いやあのあれですよ、学生の時ですよ、みんなで遊んでて遅くなってちょっと寝ようぜって言ったら地べたで寝ちゃったりとかでも寝れたり、まあ、疲れ取れないですよね、はい、全然どうやったら寝れる、結構ですね、めちゃくちゃ運動すればいいよ、疲れれば寝れると思うんですけど、手のひらを上にした方が寝れるっていう気がします、
あ、そうなんだ、はい、手のひらをこう、こうするんだよ、上に向ける、上に向けると、へぇー、まあ、軌道、あと、甘いものを取る気がしますね、寝る前にちょっと、あ、ほんと、あの、血糖値上がって、下がったぐらいにこう眠くなるんで、なんか、ご飯の食後とか眠くなるじゃないですか、だから、軽くちょっと甘いものとかパッとやっとって、で、横になってると、ちょっと甘いもの食べて、手のひらを上にしてる、はい、でも、甘いもの寝ると思います、ほんとに、はい、実際に電話してくださいって、聞きました、今、寝てるか起きてるか分かんないかな、分かんないですよね、あの逆転してる時もあるので、はい、そうなんですよね。というわけで、ね、明日も、はい、皆さんお迎えして、はい、ね、最後はあの私たち、こちらに、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、どうぞ。ノブリ別のね、C の足立さんで、トモヤ、あのプロレスマンの話題はね、トモヤさんって言うと分かってますけど、ね、はい、ノブリ別出身の、はい、はい、でも今、市議会議員さんを、いつもあの僕の、コラボのふるさと納税の T シャツだったりとか、ああいうのもこういろいろ推進していただいたりとか、大和がこう農林物資観光大使をして活動する中で、前のめりでこういろいろやってくれてるのは、足立さん、お世話になってます。津田さんの農林物 PR を最後に。今回、矢野さんと後藤さんと吉橋さんが、まあ、登別に来ていただいて、登別を盛り上げてくれると、はい、まあ、もう最高の気分です。まあ、これからもですね、やはり矢野さんをはじめ、新日本プロレスの選手の方に、登別を盛り上げていただけるように、私も登別市議会議員として、はい、どん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 いろんな提案をしていきたいと思いますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。皆さんよろしくお願いします。お願いしますね。ありがとうございます。プロレスファンの方たちは、そういう意味でも登別とね、つながりがありますから。そうですね。はい、いつかはやはり山本さん、登別で新日本プロレス、登別大会を、私が中学生の頃に、新日本プロレス登別大会があったんですよ。はい、その頃、ジミー・スヌーカーとか、ウルザ・ブロディとか、バトニス・アーネとか、あと、UWF に移籍していた前田明さんとかが来てた時代で、それ以来に登別で新日本プロレスの大会はやってない。隣町で室蘭市では飯塚さんが出身地なんで、毎年のように興行をやってたんですけども、ぜひ登別大会というのも実現したいなと思ってるので、ぜひ実現した際にはぜひ今回のツアーの参加者の皆さんも、はい、そしてこの映像をご覧の皆さんも、ぜひ登別に来ていただきたいなと思います。そうですね、はい、それに合わせてまたツアーやったらね、ぜひぜひ最高だし、ぜひぜひ登別いいところなんで、はい、よろしくお願いします。まだ僕がその今回は DVD で回ったところをこう回る感じのツアーですけど、そうじゃない登別の魅力とかもね、たくさんありますし、ね、最終的には足立さんのね、私食べても食べてもね、その最終目標、登別で試合することを最終目標に ね、頑張ってますんで、こちら側にもね、たくさんこう我々のことを支援してくれてる、その登別広めるためもあるんですけど、新日本プロレスを支援してくれる方もいらっしゃったりとか、そういうので成り立ってますんで、明日のツアー来られる方は、存分に楽しんでいただいて、でまたね、YKL 登別ツアーハッシュタグつけて、つぶえてもらって、どんどん登別の魅力を伝えてもらえればと思いますんで、よろしくお願いします。めぐみさん、はい、ありがとうございます。今回参加できませんが、参加者の皆さんが素敵な時間を過ごせますように、ありがとうございます。最高のコメントいただいたんで、ありがとうございます、はい、ね、明日またじゃあ来る人よろしくね。お願いします。来ない人もツイッターで追ってもらって、ね、はい、つぶえてください。でもうどんどんトレンドに載せないんで、お願いします。登別をトレンドにしましょう。はい、ありがとうございます。はい、登別はデンマークと姉妹都市。